はい、皆さんこんにちは、サルです。以前紹介したこちらの商品、ウェットシートケース L ですね。で、こちらの、探してた M サイズ、こちらが見つかりましたので購入してきました。ウェットシートケース M サイズ、まあ、L サイズと比べたらやっぱだいぶ違いますよね。はい、ちょっと出してみようと思います。まあ、中身はいいですかね。内側コーティング仕様で乾きにくいということで、なんか内側がね、ちょっとこうナイロンコーティングされているような特殊な作り、ウェットシートケース蓋付き M アウトドアテイストの品番 WEC-5、一応ちゃんコードね、写しておきますね。はい、じゃあ開封します。はい、こんな感じですね。だいぶ違うの分かりますね。こう並べた方がいいかな。こんな感じ、裏面で比べるとこんな感じ、重ねるとこれぐらい違いますね。はい、今回購入したのは、サイズがですね、はい、縦が11センチ、横が 15.5 センチ、マチが 3.2 センチということなので、マチもね 3.2 と、はい、前よりもね少しこうちっちゃくなってる感じですね。縦にね2つ入るかというとそんな大きさではないんですけど、半分とかではないんですけど、まあ、ざっくり言うとね3分の2ぐらいなのかなっていう感じの大きさ。以前のやつだと、まあ、手のひらとねほぼ同じぐらいのサイズ、まあ、私手がね大きい方なんですけど、に対してこちらは、まあ、手のひらはね入らないですね、げんこつぐらいなのかな。まあそんな感じでね、だいぶ感覚的には違います。で、やってみたかったのは、こちらを使ってですね、私は、ファーストエイドポーチ、これを作ってみたかったんです。ファーストエイドポーチ、つまり応急処置、まあ、ちょっとね、出先、外出先で怪我なんかをした時に、まあ、消毒して傷薬塗ったりとか、まあ、絆創膏貼ったりとか、そういうことができる、ファーストエイドの薬入れですね。それがしたかったんです。色的にはこっちの方がいいかなと思うので、カーキの方ね。こっちでやりましょう。ということで、やってみたいと思います。ファーストエイドポーチを作るにあたって、この窓のね、必要性ですね。窓の必要性。これは、ズバリ、これです。除菌ウェットシート。これ以前買った除菌ウェットシートは、こう割とね、大きいやつ。それに対して少しこうちっちゃめのね、やつって売ってますよね。こっち大きい方。こっちちっちゃい方。で、これだったらね、ちょうどいいかなと思って。で、開けますね。はい。これはね、ちなみにセリアでアルコールタイプで30枚が2袋入ってるというやつになります。合計60枚、値段が110円ですね。で、通常はこれだけを入れるんですね。入れてみましょう。これね、またここを剥がして全部取ってから入れるっていうやつですけど、最初のね、2角を入れるときだけちょっと力いる。あんまりいりませんね。これぴったりですね。はい。ということで、こっから取り出せると。シール剥いどきはね。っていう作りなんです。で、今入れてみて思ったんですけど、これだとですね、もう隙間がほとんどないんですね。結構これ自体が分厚いので、3.5 センチぐらいありますかね。で、これ入れるとあんまり余裕がありません。だから、ここまで大きいのはやっぱり入れちゃうと、もう、ファーストエイドポーチのそれ以外の傷薬とかが入れられないのでね。こんな分厚いのじゃない方がいいかなという気がします。はい。で、探してみるとね、ちょっともう使いかけのね、だいぶ薄いやつ。これと同じ大きさですけど、がありましたので、まあ、こっちだったらね、もうこれ、ちぎってるんですけどね。よいしょ、入れてみます。はい。そうすると、まあ、こっからね、取り出すこともできますし。で、ここもね、だいぶ余裕があるので、ここにね、いろいろと入れていこうかなと思います。何を入れるかなんですけど、以前ですね、防災リュックを作った時に、まあ、私が特にね、よく、使うというか、外出先であると助かるなっていうものはここに入れてます。ツールズっていうね、セリアの
缶ですね。これはマキロン。マキロンって消毒薬ですよね。ちょっとちっちゃいやつです。なんかくっついてる。なんだろう。まあいいや。これはね、だいぶ使ってますけど、耳栓です。キャンプとか行ったら耳栓ないと、わかりますよね。ちょっとこうね、若く賑やかなね、方々がいらっしゃると、こういうのがないとね、ちょっと夜中迷惑なんで、耳栓は必須ですね。まあこれは防災ではなくてね、そういうものです。で、まあ、これは何？バンドエイド？ファーストエイドって書いてますけど、絆創膏ですね。それからこれはね、傷薬。まあ万能なんです。傷薬というか、まあ、やけどとかにも効くし、ひび赤切れとか、まあ切り傷ですね。キップパイロールって書いてますけど、まあオロナインみたいなね、塗り薬、軟膏です。これなんだろう？これ使ってません。ワセリンです。ワセリンって書いてます。ワセリンってご存知ですかね。はい。まあ、保湿成分です。薬ではないんでね、副作用がないし、何にでも使えるっていうので、私は便利でよく使います。まあ、唇乾燥して痛い時とかもね、リップグリーム代わりにも使ったりできるし、いろいろ使えます。で、ちっちゃいハサミと、爪切りと、綿棒とね、これは、なんだろう、耳かきがね、ついてる。これも100均だったと思うんですけど、一個一個なんか個包装になってるやつ。あとね、これはいりますよ。こういうクリップとか安全ピンね、ちっちゃいトゲ刺さって取り出しにくい時とかね。これはちょっと大きめの絆創膏。これはちっちゃい絆創膏。これさらに大きな絆創膏。これはね、先が尖ったものが欲しいんです。なんかこう歯間ブラシみたいなやつですけどね、何か細い穴、傷口でもね。で、これ、薬を塗るとき、ワセリンを塗るときに使う木のヘラみたいなね。なんでしょうね、元はね。多分元は、なんだろう。何、攪拌するやつ何かを。そんな気がしますけどね。で、これね、風邪薬って書いてますけど、パブロン、鼻炎用カプセル。花粉症じゃないんですけどね、何かに私アレルギー反応を起こして、ものすごくね、もうくしゃみが止まらなくなる時あるんです。辛い時が。もう熱が出てね。そういう時は、これが私の場合はめちゃくちゃ効くので、これは必ずね、必要なんです。で、ロキソニンですね。はい。お医者さんにね、相談してからこういうのはね、体に合うものをね、使っていただきたいと思います。あと、個包装の滅菌ガーゼが2つ、3つ入ってますね。こういう風に袋になってるのでね。滅菌されてます。そのまま使える。これもね、先が尖ってる、歯間ブラシみたいなもの。ちょっとね、傷口なんかを処理するときに。っていうぐらい。あ、これマスクですね。こういう、あれですね。どこの家にでもあるマスクですね。はい、と思います。じゃあ、こういうものを入れていこうかなと思います。はい、じゃあここからはですね、視聴者さんからもいろいろアドバイスをいただいて別撮りしてみました。まず最初に、除菌シートですね。これ10枚のね、ダイソーのやつ、ちょっとちっちゃくなりました。で、こちらを、まずこのよいしょシールを取ってしまいます。で、こちら中に入れましょう。はい。で、次にマスクですね。一応こんな風に個包装されているような、使い捨てではないガーゼのマスクです。はい。中がね、ここのどうしても、窓が開きっぱなしですので、この袋の中の湿気はね、高まる可能性があるので、こういった袋に入っている方がね、その湿度をマスクが吸ったりしないので安心ではないかと思います。それから、これは、先ほどのね、錠剤とか、ガーゼ、あと絆創膏の大中小、まあ、こういったものがね入ってます。これもね、こういうチャック付きの袋でしっかりと封をすることによって、湿度からね薬を守るようなことを考えております。はい。で、こちらはハサミとか綿棒とか、爪切りとか耳栓とか安全ピンといったものですね。はい。こういったものも入ります。はい。それからこれは虫刺され、
やっぱね、キャンプ場とかに行くとね、夏とかはね、もう絶対必要になりますね。それからパイロール、はい、傷薬、消毒を兼ねてますが、まあ、消毒液としてはマキロン、はい、こちらもね、普通に入りました。こんな風に、整理して、入れると、であとね、ウェットティッシュケースが10枚入りなので、そんなに多くないやつを買うと、そんなにパンパンじゃなくてね、割と余裕がある感じで普通に入りましたので、これがいいと思います。ね、とってもコンパクト、手のひらよりも小さいぐらいで、使う時には開けて、でティッシュを1枚取り出しましょう。はいはい、取り出しますね。で、何かね、擦り傷とか切り傷とかした場合には、そこを拭いていただいてね、今傷はないので拭くとこがないですけど、で閉じます。はい、このパチンが気持ちいいんですね。はい、ぴったりと閉じます。で、あとはこの中から必要な薬を出して、手当てをするということで、ここのね、袋はしっかりと、ジップは最後まで閉じておきましょう。はい、こんな感じでね、とっても感じいいんじゃないでしょうか。今まで使ってたね、このツールス、セリアのね、缶よりも、少し多く入りますね。で、しかも、この除菌、ウェットシートまで入ってるというのはね、今までこっちには入ってなかったので、サイズ的にはね、さほどそこまで、少し大きいんですけどね、そこまで差はないんですけど、やはりこういうね、袋状のものの方が、まあ、たくさん入りますし、まあどうでしょうね、普段持ち歩く、あの手提げに入れとくにも、肝心じゃないでしょうか。ということで、撮影してみました。はい、今回もね、視聴者の方から貴重なアドバイスをいただいて、より良いものを作ることができました。心から感謝しております。ご視聴ありがとうございました。